ずいぶん遅かったわね。途中で死んだのかと思った。鳥みたいな赤目を見た。この先も気を抜く。この辺りの光る壺、もう誰も使わないだろうから。さあ、何？それとも。私を誇りて死すは本望、これが我らの誇りよ。
オサがいてくれたら、あんな奴なんかに。Oh!
き残らず狩り尽くしてやろう。
やっぱりその小刀は。幼い私を拾って育てたのは祖母屋衆、掟を守り、あやかしを借り続けてきた。祖母屋の刀が光を取り戻すとき、常闇を払い、亡者を清めると聞く。この手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。みんな成仏できたみたい。おーい、な、松永断じを久秀、信長様の道案いに参じよう。ついでに家康殿へも加勢を求める早馬を。柄にもない真似を。あれはお味方ですから。あれは新狩りが追いついたぞ。おお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